もうパイですね。ああ、次のサイクルですね。あ、消えちゃったですね。次ですね。GBP、JPI。先ほどシグナル出ても切れちゃったんでね。打てなかったんですね。そこで間違って打っちゃうと負けですね。で、ちゃんと5本抜くね。さあ、ちょっとこれ難しいな。いいところだね。いいところに。まずーっと下がっちゃうことあるんでね。これでいいんじゃないかと思うんだけど、まあ下がっちゃったねこれね。間違ってきましたね。ちょっと仕事やってたんでね。座っちゃったね。次のシグナルが打てるけどね。位置に下がったらね。ああ、これはもうひどいな。2本負けちゃったか、今度は。あらら、これひどい。これどうしようかな。さあどうか。まあこれまでね。あと1本負けちゃったな。これしてなかったんだけど、打っちゃったら、しながら来ちゃったんでね。改良してたんですよね。3本も上げちゃったかな。しょうがないな。
コツなんて分かんないな。3本とも負けちゃったのかな。これしょうがないですね。負けたね。負けちゃったね。3本とも負けたね。ひどかったです。どうも。3本負けちゃったね。ひどいな。ここ上がっちゃったね。ここで上がったのね。最悪3本だからね、ここで上がったのね。がっかり、こんな負けちゃった。ということはトータルね、ここのとこ3本負けちゃったから最悪。こっからでしょ、1,2,3,4,5,6,7,8本負けたね。3日から 1,2,3,4,5,6,7,8本でしょ。 1,2,3,4,5,6,7,7勝8敗ですね。ちょっとね、調整してるから大負けでした。